お疲れ様です。10月8日朝6時の相場解説になります。実は相場解説一回撮ったんですけどもね、録画をミスってまして、今撮り直しで非常にいい相場解説できたんですけどもね。まあでも、 記憶が薄れないいいううちに頑張ってやっててやこうと思いますすよろししくお願いしますまず、デイリーの方から見ていきましょう。デイリーは、材料によってドカーンとね跳ね上がって、今、上昇の向きを移動平均線を迎えてるんですけども、こちらとね、若干符合するところもあって、149円000あたりで上昇を止めてるものだと思います。で、これってのはね、やっぱり材料が起きた後ってのは、その、 半分分とか3分の1ぐらいやっぱり反動でで戻るんですよねこれは利格が起きるからなんですけども仮にこれから上昇トレンドが始まるとしてもこの下落っていうのは移動平均線にある程度ねぶつかるまでは進むと思いますでライムの移動平均線か赤い移動平均線にぶつかって上の方に行く上昇トレンド継続ってことになるつまり押し目を作った状態になると思いますね で、えー、細かく見ていくと、今度はデイリーから4時間に移るわけですけども、ご覧のように材料で上がった分が少し戻して、まあ、半値ぐらい戻してね、ドーンと上に上がるのかなと思ってますけども、そのためのマーケットが昨日はここにあったけども、今日はこちらの方にずれてきたよと、さらに言うと、このあたりにまた新しいマーケットが出てきてから、跳ねていくのかなというふうなシナリオを作ってます。 もちろんその時に赤い移動平均線をまたいで下の方に跳ねることもあり得ますんでね。そうするとこの上昇トレンドが終わってまた下落トレンドに戻っていくと。これがセカンダリートレンドになったっていう話ですね。はい。じゃあ1時間はどういうふうになってるでしょうか。1時間は今日のトレードに関係しますけども、昨日はこちらの方でね、取引をさせてもらいました。で、今日の日本時間が明けると、ここがメインのマーケットになると思います。で、もしかしたら下の方にブレイクして、 で、すぐにマーケットを、こういう風なレンジでね、また作っていくんじゃないかなという風にも思い、あ、なんで矢印ばっかり来るんだ、ほ <laughs> ん反応が悪いんですよね、これね、ほんとね。私のクリックが弱いのかな。はい。1時間はね、こういう風に移り変わっていくシナリオがちょっと見えるかなってこところです。それまでは、こちらの方でレンジオプションをやっていくって形になります。ちょっと狭いですけどもね。じゃあ今日はちょっと15分も見ていきましょうか。 15分で昨日利益を取ったのはこのレンジだったと思いますね。夕方5時までだったらこの辺りまでですかね。はい。で、そのためにはレンジの上程と下程をこのように最初から決めておかなくてはいけなかったんですけども、それはもうできてますよね。できていない方は、こういったチャートを見ながら上程と下程を決めるトレーニングからした方がいいと思います。上程こうやって、ね、下を叩いているところと上を叩いているところをつないでいく作業ですね。 まあそうなると、あ、この間のレンジだなってことが分かるのと、あとはまあ、これは結果論ですけども、レンジインレンジでね、こっちの方には値、ね、動きが来なかった、こっちに集中したレンジだったってことが分かります。で、ちょっとね、値段が回復してきたわけですけども、やっぱりこの抵抗体に押されて、下の方にそのままめり込んでしまったって形で、今日のマーケットは、ここまでを振り返ることができて、これが若干トライアングルの方向にもなってるわけなんですよ。スイスボムっていうかね、 こういういになってきてますだからこの上下のレンジが50ピープス前後であることも考えてちょっと狭めのレンジなんでねブレイクの直前であるかなっていうところですねでブレイクするとしたら下の方にもう一段階こういうふうにねマーケットを作るんではなかろうかってことを先ほども申し上げたわけでございますはいじゃあ15分になってくるとこういうふうに細かく見入れていくシナリオが作れるわけですけども基本的には あのこのレンジ内オプションで勝負するのがよろしいかと思いますし15分で見れる方は15分で見た方がよろしいかと思いますその上でこのレンジを抜けてブレイクするようならそっちの方向にすぐに切り替えていくっていう必要がありますよねパターンとしては昨日と今日と明日同じですからこのまま昨日と同じように取り組んでいけばなというところでございますシナリオは第2段階まで考えられましたレンジ内オプションとレンジをブレイクしていくそして ブレイクした方向についていくというシナリオ2です。このいずれかだと思います。はい。それではまた後ほどお会いしましょう。